歌川国吉の浮世絵の七福神、七福神とは、福をもたらすとして、日本で信仰されている七柱の神である。七柱は、一般的には、エビス、大黒天、福六寿、微写門天、補帝、樹老人、ザイ天とされており、それぞれが、ヒンドゥー教、仏教、道教、神道など様々な背景を持っている。インドのヒンドゥー教の神である大黒を、 台所の神として祀ることは最長が、比叡山で始めたことで、それが徐々に民間に広まったという。これが民間において、日本の土着信仰の神であるエビスとセットで信仰されるようになった歴史的な経緯はよくわかっていない。平安時代以降、京都の安場のビッシャモン信仰から始まった、ビッシャモン店をエビス、大国に加え、三神として信仰されることが起こった。 この三上セットのパターンはかなり、後まで、一般的であったが、平安末期鎌倉初期の頃、大江の竹部島の弁天信仰が、盛んになると、美写門天ではなく、恵比寿、大黒弁祭天とするケースも増えていった。室町時代、仏教の補填、道教の福禄寿寿郎人なども、中国から入ってきて、それぞれに知られるようになり、 それらをまとめて七柱の神仏のセットができたのは室町時代末頃近畿地方から始まったものである。この頃は銀閣寺に代表される東山文化の時代。中国の文化に影響され大陸的な水墨画が多く描かれた。もてはやされた画題は竹林七剣図。この絵に見立てて人々は別々に信仰されていた七つの福の神を集め七福神とした。 ただし、当初は、必ずしもメンバーが一定していなかった。江戸時代にはほぼ現在の顔ぶれに定まったものの、その後もバリエーションが生み出されることがあった。樹老人と福禄寿は共に、南極老人制の化身とされることから、この二社は、本来同一のものとみなし、樹老人の代わりに、吉祥天、おたふ福、福助、稲荷神、章城、国造菩薩が入れられることがあった。 他に宇賀神、ダルマ、ヒョットコ、ヤギヒ、正規、不動、名王、愛禅、名王、白髭明神が七福神の一人に数えられたことがあった。奈良時代から独立した信仰の対象として社が建立されていたが、明治時代の神仏分離の際に、神道の神社となった弁祭天の社のようなものもある。古書では、徳川家次将軍時代の1713年に、 和漢書、吉原七福神前後刊が出版されている。八福神の起源はインドである。このインド由来の神は中国に到来した。中国では七福神と似た八仙と呼ばれるものがあり、すべてが実在の人物であったと言われ、各地でその姿を描いた絵が信仰の対象になっている。絵は日本の宝船に乗る七福神に似た八仙全員が船に乗って、 海を渡っているという場面を描いたものが主流なので、この八千が元になったとする説がある。七福神、月岡義都恵比寿イザナギの命、イザナミ命の間に生まれた子供、恵比寿、もしくは大国主神の息子である、今年の主神などを祀ったもので古くは、大量追福の漁業の神である。時代とともに、福の神として、商売繁盛や、 五国宝城をもたらす神となった。唯一日本由来の神である。大黒天インドのヒンドゥー教の芝神の化身、マハーカーラ神。日本古来の大国主神の集合、大黒柱と表されるように、食物、財布を司る神となった。また親子関係からエビスと並んで描かれることが多い。微社門天元は、インドのヒンドゥー教のクベーラ神。 福徳増進の神であったが、仏教に取り入れられてから、戦いの神として、次第に民衆に信仰される。日本では、美写門天と呼ばれる。弁栽天七福神の中の好意天で、元は、インドのヒンドゥー教の女神であるサラスバティ神。仏教に取り入れられ、音楽、弁栽、財福、知恵の徳のある天女となり、選ばれた。七福神の一柱としては、 微罪点と表記されることが多い。福禄寿道教の僧の同志天南星。または、道教の神で、南極星の化身の南極老人。寿老人と同一心とされることもある。長寿と福禄をもたらす。寿老人道教の神で、南極星の化身の南極老人。日本の七福神の一人としては、白髭明神とされることもある。補定等の末期の名秋に実在したと言われる。 仏教の禅僧。その太って大らかな風貌が好まれ、手にした袋から財を出し与えてくれる。魅力菩薩の化身とも言われている。七福神に一心を加えて八福神としている。ケースがある。おた福京都の清水寺の清水寺八福神、横浜市鶴見区の横浜熊野神社の鶴見八福神ではおた福を加えて八福神とする。おた福の起源は、 鎌倉時代初期の大工の工事の妻、赤目。これに女性を表す、舞の面や、天使勇、受け売りの地のイメージが集合した神格。樹老人とセットで祀られたり、弁天の代わりに七福神に入れられることもある。吉祥天千葉県八千代市の八千代八福神、東京都八王子市の八王子七福神、埼玉県久喜市栗橋の栗橋八福神では、 吉祥天を加えて八福神とする。吉祥天とは、インドのラクシュミー女神のことで、美写門天の妹、または、という、幸福、美、富などの神、弁天の代わりに七福神に入れられることもある。ダルマ横浜市製薬の、瀬谷八福神愛知県豊橋市の、吉田七福神ではダルマを加えて八福神とする。ダルマは、五世紀頃の人で、 南インドの王子ともペルシア人とも言われる構想で、中国の南朝の層にわたり、極東の禅宗の階層となった。少林寺において、座禅九年、手足が腐って落ちたと伝わる。日本の総統宗や臨済宗もその文様。宇賀神東京都文京区の小石川七福神では、弁裁天が通常の弁天像ではなく、宇賀神となっている。宇賀神は人間の頭で首から、 下は、蛇という神で、微彩天と集合した日本土着の神である。宇賀神を、弁彩天とすること自体は、他の一般的な七福神でも、ままあることで珍しいことではないが、小石川七福神の場合、男弁天、女弁天の二神となっており合わせて八福神となっている。この男弁天、女弁天は、どちらも通常の弁天像ではなく、 うが人であり、男弁天は老人のうが人、女弁天は若い美女のうが人となっている。一般におめでたい存在、縁起物とされる。名称の後ろに印がついているものは現在、活動終了しているが、珍しい特徴を持つので参考のため入れてある。他にも池上七福神伊高七福神板橋七福神伊豆大島七福神柴又七福神。 玉尾梅七福神、調布七福神、八王子七福神、東久留米七福神、日野七福神、武蔵野吉城七福神、武蔵五日、市七福神など多数あり、七福神神戸市タルミック海神社にて、東北、編集関東、編集中部、編集関西、編集中国、四国、編集四国、編集九州、編集、ありがとうございます。